俺は今まで、ゆっくり実況に全てをかけてきた。彼、精神も勉強も全てを投げ打って、動画作りをしてきた。だが、あの秘密実行に有名にならない。なぜだ？うつ主ー。は、はい。てめえ耳ついてんのか、買い物してこい言ってんだろ。ちくしょう、なんで俺がマリサのパシリになんなきゃいけないんだよ。今晩カレー食いたいなんて言ってねえし。あ、もう、なんやねん、もしもし。あ、うぷ主、ついでに今週の分の食べ物と来週行くキャンプの材料買ってきてくれ。いや、普通に考えてそんなに買えないでしょ。後で自分で買ってきてよ。じゃあ早く先週の1万返してよね。すみません、無理です、かしこまりました。はぁ、はぁ、マジこんな量持つの無理だって、ちくしょう。俺が量すべて成功して金さえあれば。大丈夫ですか、持ちましょうか。え、かわいい。あの、すごい重そうな荷物ですね。持ちましょうか。できるならあなたを持ちたい。は、はい。いや、なんでもないです。助かります。名前は？テトっています。この辺りに住んでるんですか？いえ、隣の県から来ました。へぇ。なんでわざわざ持ってくださったんですか？いや、なんだかすごく重そうにしてたから。私そういう人を見ると放っておけないタイプで。優しいんですね。そんなことないですよ。こんなに持ってもらっちゃってすみません。お礼と言ってはなんですが、これから食事でもいかがですか？代金僕が出しますよ。いえいえ、とんでもない。割り勘でいいですよ。でも一杯お話ししましょう。ありがとうございました。助かります。いえいえ。あ、そういえばまだあなたの名前を伺ってませんでしたね。あ、これは失礼しました。ブームマンと言います。ブームマンさん、ですね。普段は何をされてるんですか？どうしよう。YouTube で金稼いでることを言ってしまおうか。でも仕事もしてないし、キモい無職だと思われたらどうしよう。まあただの無職だと思われるよりマシか。実は、YouTuber をやってるんですけど。すごいじゃないですか。どのくらい稼いでるんですか？まあ、いい時は月10万くらい。バイト代程度ですけどね。すごいじゃないですか。YouTube をバイト代わりにできる人なんて、なかなかいないですよ。尊敬します。ほ、本当ですか？よかったらまたお話ししませんか。私この後ちょっと用事があって、連絡先交換しましょ。喜んで。やべえ。全然動画伸びない。この前上げた動画はこんなに伸びているのに、今回のはちっとも伸びない。不自然なくらいに伸びてない。呪いか何かとさえ思うわ。畜生。これじゃ来月は収入が入らないから好きなものも買えないぜ。あ、またマリサかよ。たく、こき使いやがって。はい、もしもし。こんにちは、ご無沙汰してます、テトです。テトさん。今から予定空いてます？ちょっと私のお気に入りの場所を紹介したいなと思って。あ、もうガンガン空いてますよ。ぜひ行きたいです。お待たせしちゃってごめんなさい。全然平気です。あれ、なんかブームマンさん元気がないですね。どうしたんですか？実は動画の収益がめっちゃ減ってて、この先稼げるか不安なんです。あ、それならこれから紹介するところに行けば絶対に解決しますよ。え、どういうこと？孫子、新人を連れてまいりました。よかろう、入れ。君が新人だね、名前は？ブームマンです。あの、新人、とは？この方は神の子孫であられる深原将校様、我々の孫子です。あの、全然ついていけないんですけど。ふむふむ、君は YouTuber 活動がうまくいっていないようだね。え、なぜそれを？この方は神様の子孫です。これから神になられる方です。神はこの世の全てを知っています。すごい。あなたにはカルムーンが溜まっている。それが邪魔をして、あなたの動画が再生されるのを阻害しているのです。やはり、俺の動画が伸びないのは呪いのせいだったんだ。あなたには天から授かった YouTuber の素質があります。しかしカルムーンのせいで、あなたは素質を発揮できずにいるのです。孫子、カルムーンから解放されたいです。ならば我々、マンモス原理教に入信しなさい。まずは私直々の洗礼を受けなさい。それが真理への第一歩です。洗礼。真理、チャンネル登録者数、再生数、真理、収益、真理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 。はぁ、終わったー。カルムンから解放されるためにも、まずは自分の過去を全て捨てなきゃ。おい、うぷ主、そんなにまだ使える株処分して、どうしたんだよ。あ、ちょっと出家する準備をな。出家？何言ってんだ。今までの過去を全て捨てないと、カルムンからは解放されない。これから卒業アルバムとか、記念写真とかも全部処分するつもりだよ。うぷ主、正気に戻れ。その後俺は完全に教団に取り憑かれ、狂ったように修行に励む日々となった。いつの日か自分が YouTuber だったことも忘れ、修行だけが自分の全てとなった。そうして年月が経ち、完全に洗脳された頃、一瞬だけ我に返る瞬間があった。俺はもう戻れないところまで来てしまった、のだと、一瞬で目をつむり、考えるのをやめた。YouTube チャンネルが更新されることは、もうなかった。